デゼーベンプロビンシェン級フリゲート。デゼーベンプロビンシェン級フリゲートは、オランダ海軍のフリゲートの艦級、LCF 防空式フリゲート計画に基づき、アパー多機能レーダーを中核とするナウス防空シスムを備えた防空艦係共同艦として建造された。ネームシップの艦名は、オランダの別称、七州連合、デゼーベンプロビンシェンに由来する。 1980年代後半、NATO 加盟8カ国の海軍は NFR-90 構想の下でフリゲートの国際共同開発計画に着手した。オランダもトロンプ級フリゲートやコルテノール級フリゲートの一部を更新するめ、この計画に加わっていた。しかし計画の過程で各国の要求事項の異が顕在化し、1989年にはイギリス、フランス、 イタリアが相次いで計画から離脱した。オランダを含め、残る5カ国は計画の続行を試みたものの、1990年1月18日、計画のキャンセルが決定された。計画の3カ国はそれぞれに戦闘艦の開発を続行することとなったが、このうちドイツ、オランダ、スペインの3カ国は TFC、トライラタールフリーゲートコーペレーション、三国フリーゲート、 共同計画を開始した。1993年10月には、ドイツのブロームウントフォス、BEV 社、オランダの社、スペインのバサン社の3社で、共同調達や調達方針に関する覚書が取り交わされた。艦隊防空への運用構想の違いのため、スペイン海軍は後に計画から離脱して、イージュスシステムを採用した、アルバロデバ3級フリゲートを建造したが、 残るドイツとオランダは2カ国で計画を続行した。これによって建造されたのが本級であり、またドイツにおける TFC 計画艦がザクセン級フリゲートである。NFR-90 計画の反省から TFC 計画では船体や機関の共通化を諦め、装備の共通化に力点を置いていた。この結果、本級はドイツのザクセン級と似通ったサイズ、 外観である一方、設計の細部については、独自色が強くなっており、基本的には先行するカレルドールマン級、M 級をもとに、防空艦として改め設計したものとなっている。またモジュール化及びステルス化が導入された。ダメージコントロールのため、船体内は7つのゾーンに区分されている。このゾーンを区分する核壁には、プリーマと称される大爆。 対断ペン処理が導入されている。これは、ダブルスキン構造の核壁同士を、無保護の接合剤によって接合することにより、爆風を膜のように受け流し、また船体が大きな損害を受けても、構造的な連続性を保つことができるよう、配慮されいる。指揮官としては、当初はイギリスを開発を進めていた、ノースロップグラマン、ロールスロイス WR-21、 ガスタービンエンジンの導入が予定されていたが、開発の遅延のために断念され、カレルドールマン級と同系列のロールスロイススペイ SM1C が採用された。ただし設計面では、WR-21 の搭載を予定していたことから将来的な感想も検討されている。なお2枚火事には、現、由良機能が組み込まれている。電源としては、GC。 アルストム・パクスマン十二 v p 1 8 5ディーゼルエンジンを原動機とした出力1 6 5 0ットの発電機4機が搭載された。電気方式は2 2 0トまたは1 1 5トの6 0ルツ交流、および2 4トまたは2 8トの4 0 0ルツ交流である。戦闘システムの中核となる戦術情報処理装置としては、同国、シグナール、弦、 タレスメーデルラント社の水庫リーが採用されたワークステーション36機を備えておりまたリンク11及びリンク16による戦術データリンクに対応しているまた全艦が共同艦として戦隊司令部を収容できる設備を有している中核的なセンサーとなるのがアパー多機能レーダーであるこれはその名の通りアクティブフェーズドアレイアエサアンテナを用いた フェーズドアレイレーダーであり、東型の前小柱の周囲に4面のアンテナを固定装備している。当初は、艦守備船にそれぞれ45度の角度を持たせて設置される予定であったが、1997年の決定により、艦守備船に平行ないし垂直に装備するように変更された。多機能レーダーとして、目標の捜索、捕捉からミサイルの誘導までを一手に担っているが、 X バンドで動作することから、探知距離は比較的く、これを補完するための早期警戒レーダーとして、L バンドのスマート L も掲載される。また、光学機器も充実しており、抵抗量、テレビカメラや赤外線暗視装置などを備え、目標捜索、補足用のミラドールテズ、トレイナブルエレクトロ、オプチカルオブザーベーションシステム、および捜索専用のシリウスが搭載される。 ソナーとしては、DSQS-24C、ASO-90 を、バウドームに収容して搭載する。栄光ソナーの装備も検討されたものの、実現していない。蒸気の経緯により、本級の武器システムは、TFC 計画に基づいて開発されたものであり、ナウス、ナト o アンチ、エアーウォーフィアシステム、ナト o 対空戦闘システムのコンセプトに基づいている。その火力となる、 艦隊空ミサイル、サムとしては、艦隊防空用としては、SM-2 ブロック e e や、また、股間防空用としては、SM と、いずれもアメリカ製のミサイルが用いられる。これらのミサイルは、40セルの MK-41 モッ d -11VLS に収容されており、標準的には SM、SM-2 と SM が32発ずつ搭載される。また弾道ミサイル防衛。 BMD 能力の付与も計画されている。2006年末、ハーイ州カウアイ島沖合の太平洋ミサイル試射場で行われた戦域弾道弾追尾演習トラキックスにトロンプが参加短距離弾道ミサイル SRBM を模した標的に対して探知、追尾及び追尾データのリンク16を通じた共有を行い、これらの任務を成功裏に遂行した。 同演習参加にあたり、新規開発によりスマート、L レーダーにエルアモードを付加することで、最大探知距離は 480km まで延伸されていた。その後、2011年9月には、エルアモードを全艦に付与する回収が、タレスネーデルラント社に対して発注された。この回収によって、2017年までに、弾道ミサイルに対する追尾距離は、 最大で 2000km まで延伸される計画である。官報としては、当初は前任者にあたるトロンプ級フリゲートからの流用によって46口径 120mm 連装砲を搭載することが検討されていたが、これらはもともとホラント級駆逐艦からの流用によ、トロンプ級に搭載されたものであったことから、老朽化が深刻であり、結局、 オートメラーラ社のコンパクト 127mm54 後継炭素速射砲が採用された。これらの方は、カナダ海軍が威力をイ級駆逐艦のトランプ回収に伴い、防空艦装備の代償として撤去したものの、流用である。また、近接防空用として、ガウマイナス 830mm ガトリング砲を用いた、ゴールーパー CIWS も搭載される。 近距離用として 20mm 単装機銃も装備されていたが、これは2004年に 12.7mm 単装機銃に換装された。対艦兵器としては、ハープーン艦体艦ミサイルの4連装発射塔2機を搭載しており、2013年までにブロック E に更新された。また、MK41VLS をさらに8セル追加搭載して、 トマホーク巡航ミサイルを搭載することも検討していたが2007年この計画は放棄された。ただし VLS の搭載スペースそのものは確保されている。対戦兵器としては固定式の 324mm 連装魚雷発射艦2機を装備する。戦備艦板は全長 27m のヘリコプター艦板とされており、 サマヘ着艦高速装置の設置も検討されている。艦載機用として、タマコには単魚雷24発と、空対艦ミサイル12発を収容できる。艦載機としては、リンクス紹介ヘリコプター1機が定数とされており、また2010年の改装によってより新しく大型の NFH90 の運用にも対応した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。